皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は一般動詞の過去形で不規則動詞についてお話しします。一般動詞の中には過去形になると前回勉強した ED がつく、こういう形じゃなくて、ね、全く違う形に変化するこういう動詞があります。こういう動詞のことを不規則動詞と呼びます。具体的には Go、 これ行くという動詞ですよね。これは Went、 Go は Went、 こう変化して行ったという意味になります。2番の Have、 これは Had と変化して持っていたという意味を表します。3番読むという意味の read、 これはスペルが全く変わらないんですけれど発音が変わります。 read は read、 read は read という読み方になって読んだという意味になります、ね、赤の red と同じ発音です。4番の see、 これは saw、こう変化して見たとかあったという意味になります。そして5番の来るの come、 これは came、 これ came って発音します。これで来たという意味を表します。この came なんですけれどローマ字を読みしてこちらを come と読む人が時々いるのでこれしっかり覚えてくださいね。 come の方はC-O-M-E、 これで come、 C-A-M-E は過去形で came、 こう読みます。こういう不規則動詞は出てくるために一つ一つ順番に覚えていってください。ではちょっと練習問題を解いてみます。日本語に合う英文になるよう下線部に単語を入れましょう。こういう問題です。括弧1番、私は昨日図書館に行きました。これも日本語に合う英文ですね。 I があって下線があって To the library、 そして最後に下線があります。で、主語 I の後ろには述語の部分が来ますよね。行きましたという部分ですね。行くという単語は Go なので Go の過去形の Went がこの最初の下線に入ります。I went to the library、 そして最後に、時間を表す昨日が来ますね。 Yesterday です。 Yesterday、 I went to the library yesterday、 I went to the library yesterday、 これで英文が完成しました。括弧2番、ジムは今朝早く起きました。でジムは今朝早く起きました。で最初に主語のジムがあってその後ろには述語の部分起きるという部分が来るんですけど、起きるというのは get up、 動詞は get ですから get の過去形 got にして got up にすると起きましたという意味になりますね。ですからジムの後ろは Jim got up、 そして早いという early が来て今朝という単語が最後に来るわけですけど、今朝というのは this morning、 this morning、 こう言います。 early、ね、の後ろには this morning、 こう来るわけです。 Jim got up early this morning、 Jim got up early this morning、 これで英文が完成です。括弧3番、彼女は3日前に日本に来ました。彼女は3日前に日本に来ました。主語は C ですよね。でその次は動詞が来ますよね。来るという動詞は come ですから、来ましただったら come が came に変わりますよね。 came のスペル C-A-M-E ですね。
She came to Japan. そして3日前というのが最後に来るわけです。3日前は3 days ago. 3 days ago. She came to Japan 3 days ago. これで彼女は3日前に日本に来ましたという意味の英文が完成しました。今回は一般動詞の過去形、不規則動詞についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。